大阪環状線に今走っているスーパーマリオの電車、ユニバーサルスタジオジャパンスーパーニンテンドーワールドのラッピング列車を見に行こうという動画をお伝えいたします。どうもこんにちは、大阪の YouTuber 北村よしおみでございます。ファミコン世代の私から見るとすごいね、立体的で色も鮮やかでっていうイメージを受けました。乗ったところで中身は普通の環状線と一緒です。変わった掲示物があるっていうわけでもないので、ここで見送ってですね、どこかでこの環状線一周回ってますから迎えることにします。いやしかしこれ見た感じほんまに IR 石川鉄道とそっくりです。先ほどのマリオのラッピング列車をですね、今度は福島駅で捉えたいと思い福島駅までやってきました。福島駅にはホーム柵がないし、このようなホーム終端部分なので結構見やすいです。福島駅のプラットホームでカラスが遊んでいたので、ついついちょっと撮ってみたくなりました。福島駅で221系、大和路快速、225系や223系の関空紀州路快速をやり過ごします。以前は福島には止まらなかったんですけども、後で止まるようになりました。そしていよいよ待ってました。45分もあれば一周してきます。マリオのラッピング列車です。